どううもこんんにちは、そのでですそうなんですなよ、吉谷さんね多分あの何か商品紹介する時にその商品のの中身確認しないでで売ってると思うんですよね、まあ、そのことについてねまあなんかとんでもないことが事件が起きたことがあるんですよそれがですねタイトルにもあります「マトリックスアフィレート」ってまた出てくるんですけどもマトリックスアフィレートをお吉谷さんが紹介してるんだったら相当な肝入りだなと21世紀のガリレオ平成のガリレオはまあ置いといて これマトリックスはいいなと思って買ってみたらマトリックス販売してるやつがトンズラしたというね、うん、やっぱりだからコンテンツを持ってる人のことはうんやっぱ紹介者の責任っていうのがあるのかなって気もしますし結局そんなとんでもないやつが紛れ込んでくることもあるんでやっぱりこう身体検査をした方がいいのかなっていうことと商品が実際に効果が出るのかなっていうことね、うん、それは私はできるだけ確かめようかなとは思いますねだからそこは多分 吉田さんの売り方と私の売り方とちょっと違うところなのかなというふうにまあ再確認はするんですけども私の場合熟成さんが結果を出したことを自分が確認できなかったらやっぱ怖くて売れないんですよねマトリックスアフェイのこともあるんで。でもしねあの紹介した人がとんずらこましたらやっぱりこう。 ああいう人どういう人なんですかってこう来るわけじゃないですかそれに対してやっぱ発信者としての責任を持っていきたいなって思うのはちょっと青臭いんですかねだからまああんまり人のこと紹介したくないなと思ったりとかそれがだからオプトインアフィリエイトとかをやってきて痛感するわけですよオプトインアフィリエイトでやっぱりこう人のリストにどんどん自分のねリストを流すわけじゃないですかそしたらその先でトラブった時ってアフィエイターの方にやっぱクレームが来ることがあるんですよね その時にあ内容よく分かんないんでそれは直接契約した人やってくださいよっていうのは筋が通ってるんですけどもあ結局そういう点出るんだねっていうことでそのいわゆる情報発信者の全てが、うん、なんかそういう疑いをかけられちゃたんですよね結局は自分はそれ買ってないんで知りません内容知らないんで直接本人に言ってくださいって言えるんだなと思ったらあの自分に対しては良くても多分あらゆる真面目な人が同じような素資料を受けるんじゃないかなと思ったりするんですよね。うん まあですので私の場合はなるべくあの中身を見ていきたいなと思いますしで今回まあ R の思考をのおかげさまであの見せていただくっていうかあのアフィリエイトに参加させてもらう時にさすが吉谷さんですねアウトプットの場所に私が車ゃしゃ出ていって私がそこからねどんどんこう引っこ抜いていくってことはまあそれもあるんですけども私の場合はその純粋に R の思考をアフィリエイトできないかなっていうふうに考えた時に。 R の思考を実際に体験してみて私がどう思ったかっていうことのアウトプットができるわけじゃないですかそうなると R の思考で例えばあの1とか2とかっていうレベルのものがあったとしたらそれを私がねなるべく増幅して5とか10にするわけですよ例えば1の発信に対して5の増幅が私が成功した場合は価値を5倍にしたってことになるじゃないですかでそういうふうにして私は世の中のあらゆるものをね付加価値をつけて5倍とか10倍にしていけるんじゃないかなと思うんですよ 例えばね、これはあの別のところで恋愛の Q&A であのお話したことがあったのをちょっとここでお話するのちょっと非常にね惜しいような気がするんですけども言わせてもらいますけどもあのまああるねですよ。で、そろそろ気も熟してきたしいろいろと将来のことを考えていこうかなっていう話を女性から持ちかけられた時にいやそこまではちょっとなあどうしようかなっていうふうに急に悩み始めたらしいんですよ。 でそのの時に、えー、相談を下すったんですよ男性の方がいや結構本当にに何かいい仲になってきて付き合いも長くなってきたんでまあいずれこういう話が出るだろうなと思って <laughs> これから将来どうするのみたいなことを彼女に持ちかけられたんだけどもうんどうその男性から見るとね、まあ、彼女に対して先最初の頃のその気持ちはなくなってきたってことなんですよ。でよくよく聞いてみたらいや付き合った時とあんまり変わってないんだよねと。 でただ時間が過ぎて年齢が重なっただけでうんなんか、まあ、今結構飽きてきたかなみたいなね気持ちになってるそうでただ付き合うのはいいけれどもいきなりそういうふうな将来のことを持ち出されたんでもう今度は負担になってきたっていうわけなんですよでそこでね私がどういう回答したかっていうとその、まあ、相談してくださった方が男性が A さんだとしたらね A さんこれから私が言うことをよく聞いてくださいよと彼女に対して飽きが来たとか彼女に対して何らね 付き合った当時から進歩がないって感じてる時間を過ごしてきたってことはそれはあなたに責任があるんじゃないのっていうふうに申し上げたんですよ。それはなぜって言ったらじゃあ例えばその彼女のことは全くわからない聞いてない状態でお答えしたんですけども彼女が例えば、まあ、着るものがズボラだっていうんだったらあなたがいろんな素敵なお洋服をプレゼントして。 彼女が、あ、可愛い,い服、服なんんでこんな服してんのすごいとか言って楽しくねおしゃれをすることをいやあなたがや,やってあげればいいんじゃないのってそしたらあなた好み A さん好みのファッションしてくるわけだから A さんはその彼女のことを結構好きになるでしょっていうふうなことを言ったりとかねでその女の子が例えばあの、まあ、お料理あんまりできてないんだったらいや A さんがねどんなものが好きでどういった手料理が食べたいとかね 作ってくれたら嬉しいんだけどなとかねそういうことを教えてあげてで待ってあげるとそうするとやっぱり彼女に思いがあればあじゃあ A さんにこれを作ってあげておいしいって言ってもらいたいわっていうふうにしてだんだんと苦手な料理とかねやるわけですよそうすると A さんはその彼女の価値を高めたことになるでしょそういうふうにしていって A さんがボーっとしてったら彼女の価値は高まらないよと ああなたにも責任があると思うよ。でもいろいろやって彼女が面倒くさいとかそんなことやらないとかっていうんだったらそれはあの A さんがもうなんかそれ将来のこと考えられないよねっていうのはそれは筋が通ってるけどぼーっと放置しといてね、うん、いわゆる彼女の価値を高めることもせずにそれで飽きたとかなんだかんだっていうのは、まあ、A さんの責任があるよと。まあ、でもそうは言っても今から時間が戻るわけじゃないんでそれも込みで自分自身の責任を感じないんだったら うん、それはまあ将来のことは考えられないよって選択ももう仕方がないよねと、うん、だけどほっといて自分好みの人になっていくってことはこれはまあないですからそれ逆もあるよと彼女がエイザーに対して何かを要求してきた時にじゃあ自分の価値を彼女に対して高めていけるようなことをしたいぐらい好きなんだったらできるでしょうとそうじゃなくっていちいち注文つけてきて面倒くさいなと思うんだったらそこまでの関係ですよみたいなことなんですよね 何が言いたいかというとまあ自分が真ん中にいて周りの環境があるわけですよ。そこに付加価値をつけれるかどうかっていうのはまさに自分から始めることであってうんであとはねあの大したことない人間とは付き合わないことですよね。これは本当ひどい話かもしれないけども結局は時間の無駄とあと脳が汚染されるんですよ。自分の価値観が低いいまま留まっているか もっと言っとたら低くされちゃうんですよねレベルの低い人と付き合ってるとこれはねあの言葉に出すのはちょっと鋭いかもしれないけどもできれば自分を高めてくれる人と関わっていきたいしできれば自分のためになるような人とかね知った激励してくれたりとかいろんな言いにくいことも言い合ってそれでも雨降って地固まるじゃないけども次の段階がお互いに見えるようなそんな関係の人と一緒にいたいと思うわけですよね。 それれがが本音が語れないとかね自分の隠してるところがさらけ出せないとかね、まあ、そういうふうないわゆる、まあ、見せたいところだけを見せ合う関係でどんな信頼関係が生まれるんですかってことなんですよそれこそ隠し事をお互いにしなくちゃいけなくなったりするわけなんですよもちろんあえてわざわざ見せなくてもいいところってのあるんでそれはお互いに触れないことってのもあるでしょうまあねポーカーみたいなゲームやってても見せるカードと見せないカードってあるからやっていけるわけですしね 私はちょっとね、麻雀で例えるんですけども、麻雀って自分の手配と、あと、捨て配っていうのがあって、捨て配はみんな見れるわけですよ。で、自分の手配っていうのは、上がった時しか公開しなくていいから、基本的には見せられないんですよね。それをわざわざ覗こうとする人ってルール違反じゃないですか。だから人の心も、見せない段階で見ようとするのは良くないし、聞き出そうとかしたりね、それを言ってくれるのは信じられないっていうふうに詰め寄ったりするのは、それはちょっと壊しすぎなんじゃないかなと。今は見せられないけど、明日は見せれるよとかね。 10年後は見せれるよってそれでいいわけなんですよむしろあそういうふうな人間の方が信用できるかなとあのやっぱりもぎ取って人の心を覗いたりとか引き出し開けてみたりとかね隠してるものを暴いてみたりとかそういう人間とは警戒しなくちゃいけないんでとてもじゃなくてやっていけないかなというところがあるんですよね、まあ、そこまでちょっとね A さんとはあのちょっとねいや話したというか話し合わなかったんですけども、まあ、動画を送ってね、えー、ちょっときついことをいろいろと申し上げたんですけども、まあ、いつも私はこんな感じで <laughs> なんかね相談に来ると怒られるみたいなことがあるわけですけどねもしかしたらその R の思考も私が何かねこう感じることができるかもしれないとほ他の R の思考の受講生さんもいろんなコメント残してると思いますけども気づきの勝負ですよねあさすがそっかちの久保,思考あ久保哲郎思考だなとこれはすごいわって思わせるようなアウトプットができるかどうかの勝負ですよねもう抜群のやつをね書いてファンをかっさらうぐらいの気持ちでいきたいなと。 まさに R の思考を超えたなんか T の思考ね拓郎の思考哲郎の思考かもしれないですよね、うん、まあ世の中ねこれやっぱりこう思考のなんかこう小競り合いなのかなと思うんですよでまあ最後になりますけどもちょっとこの言葉で締めようかな、うん、まああの誰の引用だったか忘れましたけども 愚愚かかな思考をしていると自らが愚かだと気づかないだからゆえ愚かだと <laughs> 賢い人はこんなもんじゃ愚かなままだというふうに洗練された思考をアウトプットするたびに恥じるらしいですねあこれじゃダメだなとやべえなこれじゃみたいなねよしできたぞこれはどうだあこれじゃダメだなみたいなねアウトプットした瞬間それよりも,もっと優れたものを作らなきゃいけないなっていうふうな思いに駆られるそうですそれをねなんかねアインシュタインか誰かがまとめたんですけども うん、これが最高の方法だと思った瞬間もっといい方法がさらにもう一個ぐらいあるよっていうことらしいですね。じゃあ今回は「マトリックスアフィリエイト」でまとめていきましょうか。いってらっしゃい。